九州大学応用力学研究所の竹村です。現在地球の大気は人類の活動により乱され、気候変動や大気汚染という環境問題を抱えています。大気汚染については先進国では深刻な状況からは脱していますが、新興国や途上国では現在進行形の問題です。また2020年からパリ協定が始動しており、人間活動による急激な気候変動を緩和するための取り組みが地球上の人類一人一人に求められています。この講義では様々な要因による気候変動の仕組みを解説し、気候変動と大気汚染の両者を同時に考えることの重要性について考えます。第1週目は、大気汚染物質にはどのようなものがあるのか、それらの大気汚染物質はどこから発生して、どのように大気中を運ばれて大気中からなくなるのかといったことについて説明します。また PM2.5 などの大気汚染物質や黄砂の観測情報や予測情報についても解説します。第2週目は、気候変動が起こる仕組みについて解説します。温室効果ガスによって気候変動が起こるということは聞いたことがあると思いますが、それを科学的に正しく理解できるように説明します。またあまり聞いたことがないと思いますが、 PM2.5 などの大気汚染物質も気候変動を起こすため、気候変動と大気汚染を同時に考えることが重要です。第3週目は、これまでに起こっている気候変動と将来起こると予測されている気候変動について解説します。気候変動が起こると豪雨や熱波などの極端な現象が起こりやすくなり、大きな被害につながります。また気候変動の予測がどのようにされているのかについて解説します。受講者の皆さんが科学的に気候変動を理解し、今後の各自の活動に生かせるようになれればと思っています。